ビッシュ元日から武道館ライブやっちゃうぞ。なんと今回はビッシュのために5組のプロデューサーが大集結。そして現在3組がプロデューステーマを発表。第1弾プロデューサーキャダインさんのテーマはスクラップ&ビルド。第2弾プロデューサー松隈さんと渡辺さんのテーマは We will rock you。 第3弾プロデューサー理事長のテーマはコント。そして今回残り2つのプロデューステーマが発表される。まずは第4弾プロデューサー総演からテーマ発表。質問形式でいろいろと答えてもらったぞ。最初はこんな質問から。というわけで第4弾プロデューサー総演のテーマはコントラストに決定。総演といえばこれまでにディッシュもまた匠もソロで登場するなどゆかりのあるファッション誌。そんな総演がディッシュをどんな風にプロデュースするのかお楽しみに。それではスラッシャーの皆さんへのメッセージをお願いします。続いては先日募集した第5弾プロデューサースラデューサー。スラッシャーの皆さん、たくさんのご応募ありがとうございました。今回はご応募いただいた中から数名の皆さんにご参加いただきスラデューサー会議を開催。スラデューサーというよろしくお願いします。お願いします。いや、今日は武道館のというわけで早速会議がスタート。まずはそれぞれが考えてきたプロデュース内容を発表。後ろの席の人って結構残念だなっていうふうに思うんですけど、そういうのをなくしたいなって。そのスラッシャーの写真を利用してインスタとかすごい流行ってるじゃないですか。それを生かしてどんどんディッシュを宣伝していけるように。普段ディッシュからのスラッシャーは元気とかいろいろなものもらってるので、それをこの武道館のようになってたので感謝の気持ちを表せて、メンバーがメンバーなりに歌まねする曲っていうのが思いついて、その曲をして、例えばがパパパパンって歌ってる新しい利用曲を作るのが大地くん含めたうちまでないので、再現も使ったんで考えて、写真いろんな感じそういうの配って色を揃えたいな。下からまたなんか風がなんかでも上げることもできないのかな。見皿を使って色とかして、まあ、大変かもしれないですけど席にそれぞれ色の紙皿を置いたりとか。ダンスバトルライブっていうか、自分アイキャンヒアの PV が大好きで、大ちゃん加わってのそれを武道館で見れたらいいかなと思います。なんかこのコンビが好きだなとかあると思うんですけど、普段って歌ってる分っていうのはなんで、歌声が個人個人の歌声がしっかりしてるかなっていうのと、が入っていいかなと、ディッシュへのとかをがアドバニーなっていうのがあって、
さすがディッシュを知り尽くしたスラデューサーならではのアイディアが満載。とにかくみんなディッシュ、そして仲間であるスラッシャーのことを考えながら真剣に話し合って会議を重ねたぞ。そしていよいよスラデューサーのプロデューステーマを決めることに。テーマなんすかね。これの大好きを詰め込みました。なるほど。ラブでもいいか。ラブね。あラブスラッシュ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 。なるほど。それでは、いろいろ会議をしてきましたが、まとまりましたね。ということでスラディーさんのテーマは何でしょうか。ラブ。ありがとうございました。そう、第5弾プロデューサースラディーさんのテーマはラブ。ディッシュ武道館公演5組のプロデューサー企画を締めくくるにふさわしいスラッシャーのディッシュ愛が詰まったプロデュース。たくさんの話し合いの中で実現したアイディアはどんなものなのか。ディッシュ武道館公演、ますます見逃せないぞ。それではスラデューサーの皆さん、スラッシャーへのメッセージをどうぞ。今回はテーマがそのラブってことで、そのテーマ通り愛が詰まった演出になってるので、皆さん楽しみにしてください。お願いします。スラッシャーの代表として新しいみんなが好きなディッシュをまた新しく発見できたらいいなと。皆さんの思いを詰めたので楽しみにしてください。スラデューサーとして今回いろいろな企画を作らせてもらいました。頑張ってやりました。楽しんでください。かっこいい、かわいい、面白い、感動するディッシュが詰まってる演出になってます。スラッシャーの思いを込めました。せーの、ラブ。これでディッシュ武道館公演5組全てのプロデュース内容が明らかに。それぞれの個性あふれるプロデュースにより、ディッシュは武道館でどんな姿を見せるのか、お楽しみに。そして武道館公演タイトルも&ディッシュに決定。ぜひあなたとディッシュの思い出を作りましょう。みんな、ディッシュと一緒に武道館で待ってるぞ。